こんにちは。タロット占い師中健です。今日も動画を見てくださりありがとうございます。今日はあなたのことを好きな人はいるか、これについて占いたいと思います。思いを寄せる人、こういう人がいるかっていうのを見てみたいと思います。こちら3つのタロットカードの中から1つを選んでください。こちらね、このパンダのタロットカードですね。パンダの図柄になってます。こちらが通常のタロットカードですね。でこちらが大アルカナのみのタロットカードになってますね。でちょっと決まらなければ、こちらのパワーストーン、目についたものを、これかなと思うのを選んでいただいても結構です。はい、で選びながらね、聞いててください。こちらね、私が観光地で買った、アメリカ行ったことがあるんですよね。その時買った、映画のね、あれですね、時使う、最初に使う、カチンと鳴らすやつですね。こちらがね、パンダが好きなんでね、このタオルを使わせていただいてますね。かわいい柄ですね。なかなかね、婚活とかね、今してるとね、2度目のね、婚活とかされてる方ね、自分のこと好きな人、思いをする人、もしかしたらいないのかも、なんて思うかもしれませんが、ぜひね、それをこのタロットカードで明確にしていただきたいと思います。それでは、切っていきますね。じゃあ、こちらのね、パンダのタロットカードから引いていきますね。こちら切ります。あらかじめカードは切ってあります。カード引いていきます。ダイヤルカナ多いですね。はい、最終的にはすごくいいカードが出てますね。ワンダーのキングですね。ただちょっと途中とかいろいろ大きくそうなんで、ちょっと見てみますね。あなたのことをね、好きな人がいるかということですね。結果見るといらっしゃいます。ちょっと今あなたがね、縛られてる感じですかね。これ見てね。ちょっとなんかこう、思い込みとかね、そういった考えとかに縛られてる。あるいは物理的にね、仕事とかなんか、もしかして、育児とかある人は育児とかで、ね、ちょっと縛られてるような状況なのかもしれませんね。で、こちらがね、太陽ですね。すごい、ダイヤルからすごいいいカード出ましたね。こちらがね、周囲の状況ですけどね。で、ちょっと逆になってますけどね。本当はこういう位置なんですが、はい、すごくうまくいってるのが、ちょっと若干ね、なんか、問題があるのかもしれませんが、基本的にはすごく順調というカードが出てますね。はい。で、問題点のところですね。はい。こちらがですね、ワンドの8ですね。すごくいいカードが出てます。すぐに、あと好きな人ね、すぐにいて、なんか会えそうですよ。カードを見る限り、おそらく年下かもしれませんね。はい。こう年下のね、ことを意味する場合が多いんですが、好きな人ね、急に会えるかもしれません。ただですね、こう対策としてね、こうタワーがですね、なんかこう今の生活形態何かをちょっとこう崩す可能性がありますね。で多分それあなたがためらってるんですね。この辺のカードから見てわかるんですけどね、なんかためらうんで、このカード見かけて多分年下の方と会えるようなチャンスが出てくるんで、おそらくあなたも気づくと思います。でその時は何かを壊さなきゃいけない、生活習慣かなんかかありませんが、でそれ厭わないでください。それ壊すことで、このすごく最終結果ね、いい結果になるんで、あなたの好きな人と出会えるし、うまくいく可能性がね、カードから見ると出てるんですね。そのためね、このちょっと今の生活を何かこう変える、こう今大切にしてるものだと思うんですが、それを壊すことになると思うんで、多分始まればね、年下の人に会えたら、あ、これかなっていうのが多分わかると思います。それをね、崩す、なると思いますが、それがこの最終的な幸せにつながってきますので、このワンドね、この棒ワンドっていうんですけどね、このワンドのカードはすごいワクワクとかそういう気持ちのカードなんで、それのしかもキングですからね、すごくいいカードが出てますんでね、はい、ぜひこの壊すことをね、恐れないで、ぜひ、やってみてください。ではね、このカードを選んだ方のね、占いを終わります。ではこちらのカードを選んだ方の占いしていきます。で、いきなりいいカードといろんなカード出てきますね。このカード引いた方はね、あなたのことを好きな人いるかということなんですが、いらっしゃいますね。で多分ね、いい流れになっていくと思うんですが、好きな人と。その前にいろいろ葛藤があるみたいなんで、それをお話ししていきます。
まず最初ね、まずあなたの気持ちが多分ですね、タワーってさっきもまあちょっと出てきましたが、なんかダメだなとか思い込んでる節がありますね。それそんなことないということなんで、それをこれから話していきますね。で、まず、こちらね、その寄せる人、すごく愛情に溢れたような方ですね、おそらくね。で、ですね、問題ね、あなたがね、こう目を覚ますことが、このカードとの関連でね、思い込みですね、こう、いろんな思いが、あなた、これあなただと思うんですが、こう見てるんですね。いろんなものに目が行ってしまってて、で、やっぱり、自分のこと好きな人ね、いないんじゃないかなって思ってるかもしれませんが、そんなことないっていうカードが出てますね。で、これ逆になってる。これ、幻想を見るっていう意味なんですが、こうやって逆になってると、目を覚ますっていう意味があります。ですね、あなたがこう目を覚ます。そんなことない。今ね、好きな人いないと思ってるかもしれませんが、そんなことないです。いるということですね。で、こちらが対処法なんですけど、これね、なんか周りがギャーギャーなんか言ってる。あなたの周りで、なんか、いろいろね、なんか、言われてるのかもしれないですね。こういう恋愛に関してね。それであなたがこんな風に思ってるのかもしれませんが、そんなことないっていうカードが出てますね。で、前のこと言われてますが、いるんで、最終結果としてはお会いできると思います。で、これ見る、ちょっと逆になってますよ。これ多分ね、年下の人じゃないですかね。なんか、さっきと似てますが、そういう方にお会いできそうですね。将来を見据えたいのは、そういう年下の方とお会いできます。はい。もしそんな方ね、現実でお会いしたら、カードが言ってたのこれかなって多分思えると思いますんで、ここにね、この年下のつける人が多分いると思うんで、そこに足すには、まずあなたの思い込みですね、幻想ですから、目覚ましましょう。周りがギャーギャー言うかもしれませんが、あなたがね、もう気にしなくていいと思いますね。あなた好きな人の楽しいことだけを考えていけば、それでいいと思います。カードがそんな風に出てますんでね、なかなかね、こうやってせつかるとね、ちょっと落ち込むこともあるかもしれませんが、そこをね、ぜひ将来をね、見据えて、そんなことはない。ね、あなたを好きな人がいるというね、前提のもとにね、ぜひ、恋愛してみてください。それではこのカード引いた方のね、占いを終わります。じゃあこちらカードいきますね。大アルカナのみです。はい、こんなふうになりましたね。カードで出します。いいですね。直感ですかね。好きな人ね、多分います。直感をね、働かせるといいですね。多分気づいてるんじゃないですかね、もしかしたら。じゃ、その間のね、いろいろ見ていきますね。で、まずですね、そうですね、あなたが判断、決めてしまっていいと思いますね。で、これワールド、世界、ね、あなたの世界がね、多分ある程度できたと思います。まあ、ちょっとこれ逆ですけどね、このカード、すごく強いカードなんで、逆でもほぼ同じ意味ですので。はい、これ、ワールドっていうね、カードなんですけどね。ですね、あなたの世界がね、ある程度出来上がってます。で、ただね、あなたがね、なんか、これね、動いてない、行動してないようなんで、行動した方がいいですね。動いた方がいいですよ。好きな人いますんで、あなたが動けばね、すごくいいです。はい、そうすることで、ガラッと変わりますね。変わります。すごく大転換になると思います。で、最終的にはね、はい、こんな風にね、あなたがこう優雅って感じですかね。ちょっと逆になってますが、この聡明なね、優雅な感じに生活になると思いますね。多分直感で気づいてますね。いるんで、ここですね、やっぱり。問題のところのカードなんですけど、今、もしかして何にもしてないのかもしれないですね。ですね、あなたが何かすれば、婚活でもいいし、あるいはこれ、交流会とか行くのでもいいです。あなたのなんか、趣味とかね、好きなことがあれば、習い事とか交流会参加してみる。まあ、例えばね、テニスが好きだったとしますね。じゃあテニスの交流会とかね、そういったの行ってみるとか、もう本当ストレートに婚活パーティーとかね、行くとか、まあ、あるいは友達とね、こう、出会いとかね、そういうものがあれば、そちら行ってもいいと思います。そうすることによって、ガラッと世界が変わって、楽しく過ごせる。はい、そんな風になってますね。全然ね、あなたの好きな人います。ただね、あなたの方がなんか、動いてない感じのカードが出てるんでね、そこだけ、ぜひね、していただければ、あとはうまくいく流れに出てますんでね、ぜひ参考になさってみてください。はい、そうですね。じゃ今日引いたカードですね。今日ね、好きな人いるかっていうことなんですが、はい、やっぱりこれ、あなたがね、ちょっとこう、実は何にもあまりしてないんじゃないかっていうのがちょっと出てますんで、それをすればいいと思います。で、あと何枚かね、こう
年下の人とかね、具体的なカードのアドバイスも出てるんで、ぜひね、あなたがね、何か習い事とか行動を始めれば、恋愛ね、婚活とか始めれば、うまくいく方法動きます。ぜひね、恐れず、ね、やってみてください。では以上で、あなたのことを好きな人いるかのついての占いを終わります。よかったらぜひね、この動画のチャンネル登録をよろしくお願いします。どうもありがとうございました。